グランプリ千葉に行ってきました、よしひろです。ですね、今日はグランプリ千葉のお話をしようと思います。で、グランプリ千葉ね、まあ参加費1万円っていうね、まあなかなかその高額なね、金額の参加費を払って、そのシールド大会に出るわけですけど、やらかしましたね、俺。今回。何をやらかしたかって、まあ最初から説明するとですね、まあ幕張なんかもう何回も行ってるから、なんだろう。その、まあ、この電車乗ってったら、まあ、まっすぐ乗ってきゃ着くだろうって、軽い気持ちで電車乗ったら、全然わけわかんないとこ飛ばされたんですよね。ちょっとこれね、マジックの動画なんですけどね、ちょっと今回の動画は俺も武蔵野線について話したいんで、そのマジック関係ないと思うんで、ちょっとそれだけご了承ください。俺もうだいぶね、気合入れて朝7時とかに出たんですよ。なんかその、シールド参加者は9時のミーティングに席についてなきゃいけないんで、まあ最低でも8時45分ぐらいにはもう会場入ってて、その席に着こうっていうので、行ったんですね。で、まあ普通に電車乗ってって、で、八丁堀ぐらいで乗り換えて、で、八丁堀から電車乗るとあれ、ディズニーランド行ける電車に乗れるんですよ。で、それまっすぐ乗っていくと幕張着くはずなんですよ。もう俺のイメージの中では。だからまあその電車乗って、あ、もうこれであの、あとはもう乗ってるだけだと思って、もう事故でもない限りは絶対たどり着くぞと思って乗ってたんですよ。で、ディズニーランドも通り過ぎて、ディズニーランド通り過ぎたってことは、それ間違いなくその千葉に行ってるわけで、幕張に着くと思ってたんですよ。で、まあこれが俺の乗ってる電車だとするじゃないですか。で、このゾンビの頭が幕張だとしたら、まあこうやって乗ってって、もう俺は着くと思って乗ってるわけですけど、この電車なぜかもうこうやって曲がってったんですよ、ね。ふざけんなよと。で、気づいたら、なんか全然つかないなと思って駅見たらもう青ざめましたよね。もうわけわかんないとこ行ってるんですよ。新矢柱とかいうところで、このまあ新矢柱に俺いるわけですよ。でも言うて気づいたのが早かったんで、まあ、幕張まで7キロあ 7駅ぐらいなんですよ。7駅ぐらいだから、その俺らのその東京の電車の感覚で言ったら、その7駅なんか、まあ、ちょっと早く出たのもあって間に合わないわけがないと思ったら、マジここに行く電車がないんですよ。20分に1本とかなんですよ。で、調べたら、最速でも30分かかるとかなんですよ。で、俺これ気づいた段階でもその、8時半なんですよね。だから最速で30分で着いたところで俺もう9時に間に合わないんですよ。で、お前嘘だろうと思って、絶対そんなのありえないと思って、こうやって時刻表見てたんですよ、ガーって。いや、絶対こんなもっと早いのあるはずだって言って、下見てったらもうこんなわけのわかんない行き方すらもう提示してくるわけですよ。やばくないですかこれ。7駅をなんでこんな1時間とかかけて行かなきゃいけねえんだよっていうようなのばっかで、もうこれは仕方ない。しぶしぶ待つしかないなって思って、待って、で、ようやく着いたんですけど、まあ、なんだかんだでその幕張着いてからも会場まで遠いんで、でも9時にはミーティングいなきゃいけないのに、俺あれな、結局何分に着いたんだろうな。そう、俺な、9時20分に行き着いたんですよ。もうみんなデッキ作ってんすよね。もう9時20分なんか。で、もうそのどんなペナルティ食らってもしょうがないなと思ってましたけど、っていうか、その9時20分に幕張の駅着いて、で会場なんか入ったらもうその許されるわけがないじゃないですか。でもまあ一応来たからには、まあすいません、めっちゃ遅れてきましたっていう申告だけして、お前は失格だって言われようと思って行ったら、で、ジャッジの人がなかなか寛容で、俺はもうその失格かなんかかなと思ったら、席まで誘導してくれて、じゃあここあんたの席なんで、今からデッキ作ってください。デッキ構築時間は10分ですみたいな感じで、その10分しか時間もらえなかったんですけど、なんとか本戦出れたんですよ。で、俺戦ってきましたよ。で、まあ、そのシール、で、競技レベルのシールドって、デッキリストを書かなきゃいけないので、もうその10分しかないっていうのは、事実上5分ぐらいしかないわけですよ。だから、もうもう本当に直感を信じて、もう目についたものだけで組もうと思って、その直感を信じた結果、できたデッキは、グリクシスライブラリーアウトっていう、どうあがいても強くないデッキを俺は選択したわけですね。もう白と緑にめっちゃいいクリーチャーがいて、それで殴ったら手っ取り早かったんですけど、なんとなくなんかなんか石臼とか、青いヤンコモンとか、悠長な再構築とか、まあ悠長な再構築は別にLO関係ないですけど、あったんで、なんかそういう
特殊なことやりたいなと思って組んだら、まあ案の定全敗ですね。即負けて、即ドロップしてきました。よしひろです。弱すぎたな、昨日の俺は。でね、そう、これを皆さんにお伝えしたかったんですけど、そのシールドイベント、グランプリとかでシールドをやると、普段そのパックを向いて、でリスト書いて、トイメンの人とそのリスト合ってるか確認して、でデッキ構築みたいな感じで、ものすごい手間かかるんですよ。てかその PPTQ とかでもそれやると思うんですけど、今回ね、グランプリなんと謎にこういう箱渡されて、なんだろうこの箱と思ったら、開けたらもうパック全部剥かれてるんですよ。で、剥かれてて紙入ってて、紙にそのリスト書くのかなと思ったら、もうそのリストも仕上がってるんですよ。だから俺らも席ついて、これ開けてもうデッキ組むだけなんですよ。で、まあリストに何使ったかっていうのはチェック入れるんですけど、もうそれだけで組めたんで、超手っ取り早いです。だからなんだろう、そういう意味でもう今回のグランプリは進化してたなと思いました。で、これいつからなんだろう、でも最近からだよな。で、これリストなんですけど、まあ一応俺遅れていったんで、そのジャッジの人と、このカードとリストが合ってるかっていう確認をまあ一緒にやったんですけど、まあ強いんですよね。まあ強いプール。だから今考えたらまともに組めたのになって思うようなカードはたくさんあるんですけど、まあちょっと見ていきましょうか。まあ白ね、まあこういうのとか、あとまあこういうのとか、でも弱者の人がいるんで。でもこいつとかもいるんで、その早い段階から展開できて殴れるいいのをいっぱいいて、絶対白を使うべきだったんですけど、なんかね、壁とかやって LO やりてえなって思っちゃったからね、よくなかったな。で、まあ青もね、このゆうちゃんの再構築めちゃめちゃ強いんで、そのまあ普通にね、その泥素としてもめっちゃ強いから、先に置けたらすごいアドバンテージを得れます。で、この侵入色とかでやりたかったんだけどな。で、黒もね、別に黒はまあそうでもないんだよな。まあこの、あれ、サイがいます。包囲サイがいて、で、墓場からの復活とか、あとまあその耐える上でめっちゃ強い組み直しの骸骨とかね。で、まあ赤はまあ感電だとか、ラスリスだとか、稲妻の一撃とか、で、しかもまあラスリスのトークン発生源でもあるこのドラゴンとかもいるんで。赤もまあまあいいんだけど、まあこれは後で話そう。で、そうで、緑も結構いいんですよ。緑もね、合力化とか、狂気の人神とか、このなんかまあ、絶妙に強いイノシシも2枚ぐらいいて、で、マナクリもね、2枚いて、で、このマナクリなんか結構相手の地上止まるんで、ビターッと。で、さらにその相手より先のターンのマナ域にも行けるんで、めっちゃいい緑だったんだけどね。で、今回ね、なんで俺がね、この緑と白使わなかったかっていうと、このリスト見てた時に、おい、こんななんかトークンカード入れるなよと思ったら、普通にボーラスいたんですよ。ボーラス入ってたんですよ。そう、だからね、やったんですよね。これ使いてえなってなって、ここに。これはね、もう大きな間違いでしたね。絶対こっちの方が強いわ。で、あとさらにね、なんかそのマルチも結構強いなって、まあこれもそうだし、まあアルカデスはどうかわかんないですけど、あとこれに赤タッチしてね、なんだろう、面で殴るみたいな戦法も取れただろうしな、ね。そう、で、マナリスもあるし、結構プール自体は強かったな。で、あと、まあ、基本チケットトークンもね、一応その向いた分はそのまま入ってました。っていうのが、今回の俺のシールドのプールで、まあ、即2敗して、で、まあ、1勝だけしてドロップしてきました。さすがに全敗で帰るのなんか切ないなと思ったんで。で、これ3箇所のね、変わり谷です。変わり谷はね、まあ、スーパー強いカードなんで、なんか誰かが、また高くなるぞみたいな、ホラ吹き出したら高くなると思うんで。普通に結構いいなんだろう、3箇所っていうかグランプリの、プロモですよね。その大阻止とかよりかははるかに使い勝手いいしな。で、今回ゴーさんなんですけど、ゴーさんはね、2倍持ってるんですよ。まあ、毎日地道にその大会出たりしてポイントがあるんで、そういうまあ優遇受けれて、2勝ある段階から始められて、で、グランプリっていうのは6勝すれば翌日の2日目に上がれるわけですよ。
だからあいつは今回のグランプリもその練習もめっちゃやってたし、2倍もあるしで、もう まず間違いなくそのいけるんですよね、その2日目には。でプールもマジ強かったんですよ。まあそのプリンズウォーカーのビビアンだとか、あとユーチョン再構築とかでそのいいレアもあって、でまあ小粒も別に9大点なのがたくさん揃ってたんで、これはいけるなと思って。でもあいつもそれでもやっぱりね、あんまそれで隙を見したりしたら、なんだろ、敗北につながるからっていうので、ちょっと終わるまではお前らと会わないみたいな感じで、マジで会うことなく、その7時ぐらいまであいつは黙々とやってたんですよ。で、8回戦あるうちのもう2勝した段階からやってるんで、まあ実は4勝すれば2日目いけるわけですよ。だから6回戦のうちの4勝だから、4-2、事実上の 4-2 であいつは2日目に行けるので、まあ 4-2 ってだって言うて別に 3-3 の1個上ぐらいの段階だから、だから 4-2 はまあできるに足るぐらいの、まあ先週までずっと練習してたし、でプールだしっていうので、まあ絶対行くだろう、でもまあ絶対行くって感じたらいけないから、まあ、いけないかもしれないっていう警戒もしつつ、行くだろうと思ってて、で、まあ、いざあいつがやってきたわけですよ。負けたと。なんで負けんだよ。結果、不戦勝を入れて、5-3 だったと。5-3 だけに。持ってねえなーって思ったな、なんか。あーすげえもったいねえなっていうので、今回のグランプリ千葉はね、まあ、僕は遅刻、あいつは神に見放されたか、まあ力量が足らなかったかどっちか分かんないですけど、準備は良かったけど当日ダメだったっていうので、散々でしたね。であとロチェスタードラフトって言って、でまあ、その勝ち上がると3日目 そのアンリミテッドを使ったドラフトに参加できるっていう、まあ、イベントがあって、それに知り合いの人が1人参加してて、決勝まで行ったのかな、もう次勝ったらロチェスターに出れるぐらいのところまで行ったんですけど、負けちゃったんですよね。あれも惜しかったな。でもその代わりに、まあその手前でもエタマスとか25周年マスターズがその20何パックとかもらえるんで、まあその結果アンリミのドラフトは出れなかったですけど、めっちゃ賞品はもらってましたね。ただね、アンリミのドラフト今日報告聞いてるんですけど、なんかロータスとか出たらしいんですよ。ニアミントの白枠家でもニアミントのロータスって今かなりやばいと思うんですよね、値段100何十万とかだと思うんですよね。なんかいろんなものが高騰したせいで、すごいっすよね、カード1枚100万って、しかも言うてロータスなんかめっちゃ枚数ありますからね。遊戯王の世界に何枚しかないとかじゃなくて、かなりありますからね、このように。でまあそのこのように何枚しかな、このようにまあ何千枚もあるそのロータスのがまあ1枚また増えたと、パックから向かわれたせいで、っていうそのドラマもありつつ、まあアンリミドラフトはすげえ盛り上がってましたね。ただまあその出れなかったのは非常にもったいないなと思って、かわいそうだなと思って見てましたね。まあでもすごい紳士でしたね、まあ、もしかしたらその100万単位のカードが手に入るかもしれないわけじゃないですか。でそれに出れるか出れないかを決める試合で最後負けた僕のその知り合いはね、握手でありがとうございましたって言ってたんですよ。ちゃんと負けた方がですよ、勝った方がそんな手差し伸べてありがとうございましたって言える心の広さがあるに決まってますけど、負けた方がちゃんとそのありがとうございましたって手出せるってすげえいいなと思って、だからなんかそういう意味でも強者だなと思って見てました。そう、負けた方がね、ありがとうございましたっていうのはすごい紳士のゲームだなと思うんで、まあとにかく面白かったです。めっちゃ面白かったです。
さらにツイッターと連携した企画で往診からの贈り物っていうのがあって、 GP の会場で写真を撮ってツイートすると、まあ、毎日その10名にアラビアンナイトとかアンティキティみたいな高額パックがもらえるっていう企画があったんですよ。うん、だから俺めっちゃ写真撮ってめっちゃツイートしましたね。まあその1アカウント1枚ぐらいにしておきましたけど、まあいろんな人のアカウント使ってめっちゃ写真送りました。まあということでね、今回25周年のまあその記念もあってか、まあアンリミっていうすごい高額パックを使った、まあ、ドラフトとか、あと単純にその写真ツイートでプレゼントがもらえるっていう連動企画だとか、かなりその大盤振る舞いな内容で良かったですね。ただまあ25周年がこれだから次はもうちょっとそのグレードが下がっちゃうのかなって思うとなんか悲しいんですけど、ただもう今回はやっぱそのそういう面で特別力も入れてて良かったです。特にその25周年記念のプレイマットすげえ綺麗なんですよ。で初日ゴーと大輝とかは行ってまあ買ってたんですけど、1万5000円するんですよそのプレイマット。いや高すぎだろうと思ったんですけど、すぐ売り切れてもう今4万円とかになってるんで、だからそういうなんか限定品が買えるって意味でも良かったですね。やっぱその物がそういうイベント限定で買えたりするのもイベントの良さですからね。俺も買っとけばよかった、ミスった。こんなしょうもないマットを5から1500円で買ってしまった、マジミスった。これね、これ買うつもりなかったんですけど、なあダメだ、もう詳細省こう。とりあえず俺はもう買ってしまった、これを。ということで、まあ、GP 千葉の報告でした。やっぱグランプリね、面白いです。たくさんいろんな人いてね、まあ、いろんなドラマも見れて面白かったです。行ったことない人、ぜひ行ってみてください。それではまた、さようなら。